はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は信長の野望レプデン続きをプレイしていきましょう。まあ、前回までにですね、岐阜、観音寺、この辺りをしっかり攻略してきたので、今回はですね、大川内城を攻略していきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。まあ、信長の本体をね、今大川内につけてますんで、これをうまいことしっかり撃破できれば、4つの国、今4つの本拠地を確保することができるという状況になりますので、だいぶ戦いが有利に進められるんじゃないかなというふうに思っています。で、何はともあれですね、まずは機内の平定を最優先で進めていきたいと思いますので、そこをね、しっかりやっていきましょう。カズを頼みに戦えるうちは、もう力攻めでガリガリやっていった方がいいんじゃないかなと思いますんで、まあ、そういう意味では今ここに信長の本体6400が入ってますんで、この6400で攻めかかりたいと思ってます。で、岐阜清須は委任状態になってますんで、まあ任せちゃっていいかなと思っています。で、観音寺に今誰も人が入ってないのか。なるほど。金森長近は沢山に入っていて、大垣には池田恒興。大垣城は厳密に言うと美濃扱いなんですかね。それとも南大宮扱いなのか。ちょっと微妙なところだな。あ、美濃ですね。美濃扱いになってますね。南大宮で言うと観音寺。で、亀山になるともう伊勢志摩になってますね。で、沢山城は北大宮扱いが。よし。じゃあ、このまま。まずは。おっと、野戦で一戦か。まあ、一応というか、基本的には全員出陣させるで問題ないでしょう。全員は出せないって?なるほど。となると、まあ、戦闘力が高い武将にしておいた方がいいので、まあ、これが無難かな。出陣させられないもんね。チェック入れられないんで、しょうがないね。じゃあ、これで出陣しましょう。果敢に信長自ら切りかかっていったんだな。いや、強いね、さすがに信長軍団。しかも精鋭を集めましたからね。まあ、捕虜ですが、友房、まあ、まずは解放してあげましょう。で、友則も解放だな。まあ、殺しなくてもいいんですけどね。武将の数が足りないんで、北畠は取り込みましょう、完全に。で、基本的にはですね、清須と岐阜に関しては委任してあるんで、しっかりとそれをしてくれれば、各角の城を攻めるような対応にはなっているんですけどね。さあ、敵の数がどれくらいかから見極めていきましょう。
敵の数は2600。数の上では完全に有利ですね。まあ小勢力ほど軍勢が守りが有利っていうわけでもないですからね。まあ、小勢力の城攻めは完全に守り側有利でしたからね。ここは城門さえ早々に突破できれば。まあ、ただ城門の突破には少し時間がかかるかな。よし、城門突破した。よし、これで二の丸にも入りましたね。まあでも確かに攻めづらいですね、すごく。あんまりここでね、時間使いたくないんですが、あの櫓を落とさないと次に進めないな。あそこの櫓がどうしても一体ずつしか攻められない上に、どうしても敵の守りが硬いんで壁越えができる場所もないですね。勝家が退いたのは逆にありだな。ここはでもこの大河内は攻めづらいですね、本当に。めちゃくちゃ攻めづらい城になってるな。まああとは本丸を残すのみですけど。
さあこれで終わるかな。よし、おかつ取れましたね。まあ、この辺りはもう街道を引く必要もないかなとは思いますんで。では、トモフサ。ダメか。じゃあもう斬首するしかないね。トモノリも斬首。さあこれあっさりでも大川知事を取ったんで、次の目的どこにするかですよね。ここはねちょっと考えながらやっていった方がいいよな。まずはとはいえ武将を移動させましょう。南御門観音寺に信長利家配下、まあ、主力ですね。戦闘で主力になる部隊を移動させましょう。まあ、いよいよ機内になだれ込んでいきますか。あとは亀山城から勝家を呼び寄せましょう。でこれで勝家が戻ってくるはずなので、そしたらですね、まずは大川知事に関してはもう委任をしちゃいましょうね。まあ、そしたら上野城あたりを攻めてもらいましょうか。でキオスですね。問題はキオス、キオスの委任先がどこにするかだな。南近江宇佐山城あたりにしますか。お、鉄砲作りとなりわいをする者が現れたと。なるほど、これで鉄砲が作れるようになるな。ちょっとね例によって早いんで、読みたい人はちょっと一旦止めていただくか何かして、ご覧いただければと思います。よし、鉄砲火事ができるようになったと。これ大きいね。早速じゃあ鉄砲火事作る。大量にね鉄砲鍛冶を作って鉄砲を作って作りまくりましょう。今度は秀吉の話ですね。ちょっとここもね毎度毎度早いんで読んでいってください。
さて、鉄砲の数が130。1ヶ月経つとどんくらい増えるかちょっと確認してみましょうか。今130でしたよね。これがどんくらいになっているか確認しましょう。ここはまたまたイベントが豊富にありますね。ちょっとじゃあここはまた見てもらいましょう。まあ慶喜はね、信玄の嫡男でしたけど、対今川戦の、まあ、戦略で信玄と意見が別々になって、結局慶喜は幽閉されてしまいますからね。で、まあ、この嫡男の慶喜が死んだ、まあ、あの幽閉先で、まあ、一説によると殺されたとも切腹したとも、まあ、諸説あるようなんですが、いずれにしても信玄の嫡男がこの慶喜が死んだことによって結果的に四男であった武田四郎勝頼が誕生するわけなんですよね。まあ、あのご存知の通り武田勝頼は武田家の最後の当主になるわけなんですけど、まあそうですね、自害とも病死ともという話になってますね。鉄砲の数は70しか増えないのか。1000増やしたいよね。ってことは、鉄砲の数を作らせましょう。ガンガン作らせましょう。鉄砲鍛冶はここでは無理か。ってことは観音寺で鉄砲鍛冶を大量生産するしかないな。ちょっと確認しますか。いや作れないな。1個しか作れないか。いやー鉄砲鍛冶もっと欲しいね、数ね。まあでもこれはしょうがないんで、よしとしてですね、次じゃあどこを攻めるかという話なんですが、まず上野城の攻略は進めるにして、牧村城でも攻めますか。今細川藤高隊、俺が攻めてますけど落とせんのかな。あとは多聞山、で、まあ、西ばかりではなく東に目を向けると岩村城が最前線ですよね。で、岡崎城はまあいいでしょう、家康なので。となるとあとは、まあ、岐阜城も大丈夫でしょうね。やはり精神するしかないか。となると上野城の攻略は任せておいて牧島城ですかね。牧島城に兵を出すか。
兵士数が足りないと。なるほどなるほど。これはあれだな、この大河内に置いてきちゃいましたからね。じゃあ輸送させましょう。輸送もできない、しょうがないな。ちょっとターンを無駄にしますが、そしたら勝家あたりに行ってもらう。ぼーっとしてた時間がもったいなかったですね。お、足利将軍家が落としたか。まあ、将軍家にこの段階で弓引くというのもなんだしな。先に牧島ではなく大和を攻めますか。そうするとね、大和を攻めてしまった方がきっといいかな。ちょっと待ってね、今ここにいないね。いや、復活してればと思ったんですが、いなかったんで、このまま進めましょう。で、できれば、大和を一気に攻め落としたいんで、兵数としてはどんくらい用意しておけばいいかな。で、茎隊はどこに向かおうとしてるんだ。信玄と今川がついにぶつかりましたね。これはあまりもたもたしてる時間はないだ。この時間もったいなかったですね、本当に。そしたら、参軍するのは勝家。で、兵糧は、まあ、ある程度持たせましょう。で、お金もちょっともらってって、軍馬ももらってって、鉄砲もマックスもらっていって、兵ですよ、兵。兵も8000ぐらいもらっていきましょう。大和、筒井家攻略を始めていきましょうか。そしたらね、そのためにはまずこの上田城を一揉みにしなきゃいけないわけだな。上田城を攻めた後、多聞山に攻め込むっていうのがセオリーですよね、きっと。戦闘する上での、そのセオリー通りにちょっとじゃあ進めていきましょうか。これ、オブ正影から山形正影に名前が変わったというところですね。まあ、武田の、その趨勢に関しては、特にここ最近、10月号の歴史人でね、武田家最後の様子を特集していたんで、それを、ちょうどタイに遊びに行く飛行機、今回エアアジア使ったんですけど、エアアジア機内モニターとかがないんで、6時間タイまでかなり暇なんですよね。その間にね、もう2回ぐらい熟読しましたからね。さあ、これで、兵が輸送されたので、次回、大軍を持って進行しましょう。
ちなみに建設で、信長、建設じゃないな。開発だ。開発で、火事が作れないんだよね。まあ、しょうがない。じゃあこれはこれとしてだ。軍団を出陣させていきましょう。三軍は、もちろん全軍です。ここね、全軍、全部選択欲しいなって毎回思っちゃいますね。んで、鉄砲。856か。まあいいでしょう。856を持って、出陣していきましょう。どこ攻めるかなんだけど、まあ上野城だよね。で、上野城から大和になだれ込むという作戦です。まあ北畠はね、意外とあっさり伊勢に侵攻できて攻略できたので、このまま大和も攻略しちゃいたいですよね。さあ、では上野城の攻略取り掛かりましょう。今回から基本的には信長が鉄砲を持ってますからね、この辺りもちょっと注目してもらうといいかもしれませんね。敵は2000だな、兵は。で、城門は、前後2つあるんで、2方面から攻略ができると。なかなか悪くないね。さすがに貞雄強いね。いや、本当に強いわ。結構な兵を失うね、ここは。で、士気も結構下がらないね。何、貞雄自ら前に出てきたか。まあ、ただやっぱり数が違いすぎるよね。
お、トシエだ。頼むぞトシエ。よし、これで上田城を取りましたと。そしたら貞男に関しては解放しましょう。で次はいよいよ多聞山城攻めだな。まあ、ここまで来ればね、もう単純にあとは力攻めするだけにはなってきますけどね。では利家をとりあえず一旦安土に戻してしまいましょう。やっぱりね、特攻隊長の勝家は毎回毎回それなりにギャーとなってますね。勝家はどこに入ったんだ。とりあえず移動や軍団を創設して3軍で勝家、長秀、利家3人出しましょう。で金も大量に持って、兵糧も持って、鉄砲も持って行きましょう。まあ道路とか引いてもいいかなって気もするんですけどね、道をね。まあ、とりあえずこのまま行っちゃいましょう。まあ、信長の鉄砲が火を吹く日をちょっと待ち望みたいところですが、ではちょっと時間がね、いい時間になりましたので、一旦ここで終わりにして次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。